もともと自分は科学系の勉強がしたくて、1年の時から企業部に所属して、1年の時は地元の鹿屋を盛り上げたいなと思って、地方創生に関する活動を行っていました。地方創生と科学の力を掛け合わせて何かやりたいなと思っていたんですけれども、宮坂研究室で学んだ光合成細菌というものを使って、藻類と呼ばれるミドリムシだったり小さな生き物を活性化させることで、クルマエビや微細藻類を増殖させる活性化剤というものを開発して、それを販売していきたいというふうに考えました。健康食品や化粧品原料やアイスの色素などといった、天然色素原料などに使われていて、今ではバイオ燃料などにも活用が目指す、開発が目指されています。先生はすごく優しくて、いろんな知識を持ちで、本当に人生の先輩です。彼の一番私がいいところは、その地元っていうんでしょうかね、郷土の地域にですね、非常に貢献しようという意識が強くてですね、いろんな自治体に行っていろんな働きかけをしたりとかですね、地元 の業者さんといろいろやったりとかですね。創業大学に来て、いろんなことや面白いことを学ぶことで、いろんな夢を持つようになりました。皆さんもぜひ一緒に創業大学で学びませんか。